僕の声君届けよう、ララララさあ歌うんだ。観光情報番組読谷ラジオ、この番組は読谷村商工観光課、ロイヤルホテル沖縄残波岬ほか各社の提供でお送りします。2018年9月5日水曜日、時刻は9時になりました。観光情報番組読谷ラジオ1861回目の放送、ナビゲーターの正也でございます。さあ、日本列島では台風が上陸して本当に大きな被害を各地でもたらしております。まあ、これ以上の被害がないように沖縄からお祈りしたいと思いますけどもね。いや、本当に異常気象ですね。本当にこの台風というのは今年は猛威を持って、ね、沖縄日本に近づいている感じがしますけどもね。本当に、これ以上の被害がないようにお祈りしたいと思います。さて、話は変わりますけども、まあ、沖縄、まあ、夏休みも終わりましたけども、その夏休み、大型連休を利用しての、ね、夏休み、そのバカンスということで多くの方々が沖縄に来られたと思いますけども、沖縄毎年この観光率も非常に伸びている中で、沖縄県がですね、沖縄観光について初めて実施した県民意識調査の結果というのを出しています。沖縄の発展に観光が重要な役割を果たしていると思うか思わないかというですね、県民意識調査というものを行ったそうです。でね、86.4% の回答があったそうなんですけども、観光が発展すると生活も豊かになるかとの問いに対しては、あまり思わない、全く思わないと回答した割合が 37.1%、 とても思う、やや思うの 29.1% を上回ったということでございます。これね、観光の影響が県民に浸透していない、まあ、観光客の率が伸びる、入益率が伸びるということは沖縄県の、まあ、発展につながるという県のね、この意思とは違う県民一人と一人一人のまた別の回答があったということでございます。なんでしょうね、観光の影響が県民に、まあ、浸透していないというのもそうなんですけどもね、我々一人一人が、まあ、沖縄県が考えることではなくて、その地域に住んでいる人たちが、まあ、観光客を受け入れるというこのウェルカムンチュというですね、またイベントというかこのキャンペーンも沖縄やってますからね、一人一人の意識というのが非常にこういう部分ではこの数字に影響してくるんじゃないかなと思いますね。今ではもう本当に外国の方々も多く訪れる沖縄、まあ、沖縄県のみならず日本全体各地に、まあ、そういうにしてね、まあ、あの観光で沖縄に来る方々が多いんですけども、
まあ本当に観光が沖縄の発展につながらないと思うという率が非常に高いというのはちょっと問題だなと思った記事でございます。しかし大丈夫です。この番組は観光で沖縄にいらしている方、地元の方に、すべての皆様にいい情報をお届けしますので安心してください。観光情報番組読谷ラジオ、本日のナビゲーターはまさやです。観光情報番組読谷ラジオをお送りしています。本日の放送もここ読谷村高志保にございます体験王国紫村サテライトスタジオから生放送でお送りしております。現在読谷村高志保上空はどんよりとした雲がかかっておりますね。雨が降るんでしょうか。まあ、台風は沖縄には全く影響がないとは言えませんね。その台風がまあ遠くにある中でその雨雲をもたらしているというですね、天気も出ております。この後詳しく天気情報を皆様にお伝えしますので、その時にぜひゲットしてくださいね。時刻は9時6分になっております。本日のドライビングナンバー、どんよりしている沖縄全域だと思いますけども、気分は晴れ晴れとこの曲お届けしましょう。沖縄県出身アーティストバンジョーアイが歌います。サングラスと帽子とヒアビーバンジョー。最高ですね。かなりテンションが上がります。県内出身アーティストバンジョーアイさんが歌いました。サングラスと帽子とヒアビーバンジョーをお届けしました。実はですね、この、バンジョーアイさん、まあ、沖縄県の南城市出身のアーティストでございます。バンジョーアイという名前なんですけども、歌とバンジョーで世界に愛を伝えたいという思いから名付けられた
そうですよ。実はですね、この番長愛さんの歌を、この盛り上がる曲を、実は10月の6日読谷村の長浜で聴きます。第2回てんてん足火というですね、コンサートが実は10月6日長浜地区の運動公園で行われます。番長愛さんの歌のみならず、読谷村出身のアーティストデイゴ娘、そしてね、なんと沖縄のゴエクエーショーさん、もうあの民謡界の大御所と言われているゴエクエーショーさんであったり、川口京吾さんの歌も見れます。そしてね、鳥取県からビューティーズ、そして同じく鳥取県の旗ヶ崎ファミリーバンドの皆さんのこの曲も聴けるということでございます。てんてん足火、こちら10月の6日ありますよ。前売り券ただいま絶賛発売中です。前売り券は FM 読谷、そして読谷村の高周本にございます。アイテイク読谷店で前売り券発売中でございますので、アイテイク読谷店か FM 読谷にお問い合わせいただきたいと思います。てんてん足火、10月6日土曜日、場所は読谷村長浜地区にございます運動広場で行われるそうです。前売り券2000円となっておりますので、ぜひ皆さんゲットしていただきたいと思います。盛り上がること間違いなし。番長愛さんの曲お届けしました。時刻は9時11分になっております。ここで天気、皆様にお届けします。天気予報です。本日の天気概要です。沖縄本島地方では5日夕方まで発達した積乱雲の下での落雷や突風、急な強い雨に注意してください。本島北部では5日昼前まで土砂災害や低い土地の浸水、河川の増水に注意してください。続いて本島中南部の天気です。本日5日は南西の風のち南の風雨、昼過ぎから曇りのち晴れ、ところにより夕方まで雷を伴う、波は 1.5 メートルとなっております。降水確率は午前中 50%、 午後から夜にかけて 30% となっております。日中の最高気温は31度です。以上で天気予報を終わります。さあ、今日はアシスタントに入っていただきます。改めて自己紹介お願いします。あ、東京の大学からインターンでお世話になっております中別府亮太です。よろしくお願いいたします。東京の大学って数多くあるけどどこですか？練馬の方の大学なんですけど、はい、練馬、結構ちっちゃめの練馬区、こじんまりとした大学で、武蔵大学っていう、うん、いいじゃないですか。武蔵の大学、あなたの先輩方も数多くインターンで FM ユーターに来ましたが、はい、ね、先輩に負けないような電気でお願いします。はい、頑張ります。さあ、今日は武蔵大学から中別府君、もう中ちゃんと一緒にお届けしていきます、はい、観光情報番組読谷ラジオです。中ちゃんのコーナーも実は設けてるので、そうなんです、先ほど伝えなかったので、はい、CM 宛てに中ちゃんコーナーお届けしていきましょうね。一人で喋ってもらうので一人で喋るんですか？さっきなんだっけ、クロストークでもお伝えしたんですけども、はい、目の前に誰もいないよね。いませんね、我々の目の前に、はい、2人しかいない。大丈夫、ラジオを聞いてるこの聴取率というのがですね 87.3% ある、方々が聞いてるだけなので、目の前にいないので全然緊張しなくていいので、わかりました、頑張りましょう。はい、はい、お願いします。顔が引きついてるけど大丈夫ですか？あ、頑張ります、はい、観光情報番組読谷ラジオ、本日は武蔵大学から中別府中ちゃんと、はい、一緒にお届けしていきます。観光情報番組読谷ラジオ、この後のラインナップなんですけども、この後 CM を挟みまして、読谷何でも調査団のコーナーで、さらに CM を挟みまして、9時30分頃からは毎週水曜日ロイヤルホテル沖縄ザンパ岬インフォメーション、第4コーナーではメンソーレンタカーラジオドライブマップ、そして皆さんからいただいたメッセージ、読谷情報お伝えしていきますので、最後までお付き合いよろしくお願いします。中ちゃんも緊張が多分ほぐれてくる頃に番組が終わると思うんだけども、あ、なるほど、はい、元気よく頑張っていきましょう、はい、観光情報番組読谷ラジオ、まだまだ続きます。
観光情報番組読谷ラジオ、本日の放送もここ体験王国紫村にございます。 FM 読谷のサテライトスタジオから生放送でお送りしてます。さあ、そして今日はアシスタントにこの方です。インターンでお世話になっております中部プリオタです。よろしくお願いいたします。はい、中ちゃんと一緒にお届けしていきます。緊張してないよね。だいぶ解けました ね。本当かよ。はい、じゃあ頑張っていきましょう。はい、で中ちゃんもなかなか知らないことばかりの沖縄県読谷村だと思いますけども、はい、こういうディープでコアな情報というのをこのラジオで放送して、はい、観光で沖縄にいらしている方々にいろんな情報を伝えるんだけど、はい、沖縄2っていう方は本当に全国にたくさんいて、まあ、これはあの日本人のみならずなんだけど、はい、例えば今の時代簡単にインターネットだったりも調べ物っていうのは簡単にできるでしょう。そうです ね、はい、ね、こういうガイドブックインターネットに載っていない情報というのは、はい、なかなか見ることってないよね。ないですね。みんなが行くところに行って、そうですね、はい、綺麗だな面白いなっていうのもいいんだけど、はい、沖縄2でありたいのであれば、読谷2でありたいのであれば、はい、ぜひこのラジオを聞いてほしい。あ、なるほど。ラジオで聞くガイドブックと私はちょっとお伝えしてるんだけど、はい、そういう形でお届けするのが続いてのコーナー。そうです。読谷なんでも調査だ。中ちゃん、はい、このコーナーはね、読谷なんでも調査団というコーナー。調査団、はい、うん、どこにでもある、でもそこにしかないというものね、はい、さっき あの沖縄通の話もしたんだけど、はい、ここにしかないもの、うーん、ね、でここにしかないものといってもね、見ると聞くとは大違いという部分があると思うんだよね、はい、本当に伝説関係のものというのは日本各地にあると思うんだけど、読谷村にも伝説関係というのは非常に多い。あ、そうなんですか。で過去にも実は放送したことあるんだけど、はい、今日初めて聞く方とかね、中ちゃんみたいなその初めてこのラジオを聞く方にお届けしたいのが、はい、お願いします。中ちゃん年いくつだっけ。21になります、ね、21ちょうどいいね、はい、お21ちょうどいいよ。あ、ちょうどいいですか。海苔が乗ってるね。海苔が乗って油が乗りそうな。あ、でも結婚はまだ早いか、まあ、早くはないか、21は、うん、まあ早い方ですよね。でもそうか。中ちゃんちなみに結婚したら子供は何名ぐらい欲しいですか。はい、あ、2人ですかね。2人、はい、少なくね。いやでも2人以上って結構大変じゃないですか。なるほど。3人とかになってくるともう本当に大変。でも子孫繁栄って、あ、まあ、確かに、とても、はい、いい響きだよね。まあ確かにそうですね。実は読谷村に、はい、子孫繁栄の地というのがあって、へ、はい、そちらちょっと聞いてください、はい、私は今読谷村古田に来ております。この読谷村古田のどこかに子孫繁栄の地があるということで、今古田地区の鐘も鳴っておりますけども、ここら辺だと思うんだけどな。どこだろう。こっちじゃないのかな。あそこかな。ちょっと下の方に下ってみましょうね。読谷村24の自治会がございますけども、その一つ読谷村古田地区にお邪魔してます。古田地区の子孫繁栄の地を求めて、私、古田地区の、住宅街を歩いてます。どこだろうか。見渡す限りそういう子孫繁栄のなんだろう、シンボルというかね、モニュメント見当たらないんですよね。なんだここ、あれちょこっと空間が、あ、え、ここじゃないですか。まさかここですね。あら、子孫繁栄の地にたどり着きました、こちら古田地区の子孫繁栄の地、こちらですね、子供が繁栄する、素敵じゃないですかね、子孫繁栄、とてもいい響きでございます。そしてね、今これね、右岸城ですかね、うとうとうする場所、今ありますけども、その隣にあるのがもしかしてこれかな。じゃん、あら
立派だわこれね、素敵。このモニュメントに触れると子孫繁栄につながると言われているそうです。これはね、男女問わずね言われているということで、立派ですね。この、映像を見てる方はね、ご覧になって、ああそうなんだと、分かると思いますけども、ラジオを聞いてる人はなんと表現したらいいんでしょうね。ダイナミック、 It's dynamic。 あ、違いますね。なんだろうな、ごめんなさいでもないですね、ありがとうございますという感じです。はい、素敵、もう立派。ちょっとね、私も触ってみましょうね。こちら、はい、触ってみます。おりゃ、むむ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 、あ、なんかパワーが来た感じですよ。はい、子孫繁栄の地、読谷村古殿にあるということで、私探し出しましたよ。皆さんぜひ、この場所を探してみてくださいね。そうか、これなんだね。立派じゃないですか奥さんね。はい、ということで、読谷のパワースポットのご紹介、読谷村古殿にございます子孫繁栄の地のご紹介でした。むむむむむ、どう中ちゃんこれ聞いて。いやー、立派なモニュメントがあってね、もうね、はい、ごめんなさいと思うよ。どういうことですか。モニュメント本当に申し訳ないなと思いますね。ただね、はい、読谷村古殿にあるということでね、なかなか探すことができない。もうこういう子孫繁栄をもたらすという地があるという、へこういう場所があるんだよね。でも地元の方はみんな知ってる。いや、知らないの。あ、知らないんですか。これなんだよね、地元の方も、え、あるのっていうね。あ、じゃあ本当に非常に多い隠れたスポット、ね、そう。なんかもう例えばカップルで、はい、新婚旅行で来た方々に非常に、なるほど、過去に、はい、実はこの今、流したやつというの以外に、はい、過去にこれリニューアルで撮ったやつなんだけど、またなるほど、実は、はい、5年前にも撮った、まあ、音源があるんだけど、はい、それ今日かけたやつは全然違うんだけど、うん、新しいやつなんだけど、はい、その5年前のやつを聞いて、実は、はい、その場所に行ったというですね、過去の、観光客もいました。へえ、そうなんですか。カップル新婚なんですよってことで。新婚さんで、あ、そうなのってことで、じゃあ教えてくださいって。まだ FM 読谷が今のスタジオじゃない時代、来ていただいて、はい、案内して、まあ、子供が生まれたか生まれてないかは知りませんけども、はい、こういう場所があるんですよ。へえ、すごいですね。ガイドブックでは絶対に教えてくれない情報、貴重な情報、ね、ありがとうございます。こういう場所もある。読谷ってちなみに、はい、日本一人口の多い村っていうのは知ってます？あ、なんかちょっと聞きました。そう、日本一人口の多い村、はい、で移住率も日本一。あ、そうなんですか、うん、移住率も日本一。田舎でもなく、まあ、奥に行けばちょっと、まあ、自然も残ってるという、はい、でもただ南の方に行けばちょっと都会もあるというですね、うん、南、南部の方にも北部の方にも、はい、アクセスしやすい場所、ちょうどいい場所ということで。確かにすごいちょうどいいですね。なのでこの寄ってくる方々が虫のように、なるほど、寄ってくるという場所になってます。はい、でその中の読谷村なんですけど、はい、沖縄県離島を含めて41の市町村があります。そんなにあるんですよね。沖縄県離島含めてね、はい、41の市町村があって、ここ沖縄県はその中の一つ、はい、中部という場所に位置してるんだけど、はい、読谷村いくつの自治会があるか分かります？自治体ですか、うん、10ぐらいですかね、分かんないです。24ある。あ、そんなにあるんですか。24あって、その中の一つ古殿、古殿に、はい、古殿に、あるのがこの子孫繁栄。あ、なるほど、ということでございます、はい、で、中ちゃんも結婚して、まあ、新婚旅行、はい、ね、巻かれて沖縄にもし来る機会があればまた読谷に来て、あ、ぜひぜひ子孫繁栄パワースポットへ、そう、はい、触れるだけでムムムムムとなりますからね。ムムムムムム体験ができます。はい、ぜひぜひ観光で沖縄にいらっしゃる方、ムムム体験、はい、これはね、男性のみならずだそうですよ。なるほど、うん、というお話をおばあが言ってました、はい、おばあが言ってました。ぜひ皆さん、おばあにおじいに聞いてみてください。本日お届けした読谷なんでも調査団子孫繁栄の地古殿地区の情報をお届けしました。
後ろで流れておりますのは読谷村出身アーティストナオキアというですね、あのうちの 78.6 で番組を交代する前のこの時間の時に歌う、はい、このナオキアという方がいるんですけども、はい、この方が歌いますおめでアイというですね曲をふざけた曲ですけどもCM までお届けしていきます。ご賞は願いますめでたい、今日はめでたいめでたい、あやかりたいめでたい、これで安泰おめでたいめでたい、晴れの舞台めでたい、拍手か虫のサンバさん、おめでたい。ロイヤルホテル沖縄残波岬インフォメーション。時刻は9時30分になっております。観光情報番組読谷ラジオ、毎週水曜日のこのお時間はロイヤルホテル沖縄残波岬インフォメーションをお届けしていきます。もうまさに旬というかね、もう本当にロイヤルホテル、もう沖縄に行った際にはぜひご利用していただきたいリゾートホテル、読谷村を代表するリゾートホテル、いろんな情報を皆様に毎週お届けしていきますが、今日はこのお二方が入っております。では一人一人自己紹介をお願いします。残波ビーチから来ました前川と申します。よろしくお願いいたします。はい、前川さん、もうマリンイコール前川さんですね。そうですね、もうベテランじゃないですか宮平さんの辻に咲いた出演ということで、そうですね、はい、よろしくお願いします。前川さん、そして、はい、初めましてです、この方です。はい、ニューフェイスの残波ビーチ末吉と申します。よろしくお願いします。はい、末吉さん、初めまして、よろしくお願いします。はい、マリンレジャー課から今日は末吉さん、末吉さん初めまして、初めまして。前川さん、もうベテランの前川さん、よろしくお願いします。はい、よろしくお願いします。前川さん、どうですか、もう夏休みも終わりましたけども、はい、まだまだビーチの方は盛り上がってますか。そうですね、今日はもう、うん、あいにく雨で、まあ確かにそうです、ね、盛り上がってるんですけど、雨はビーチ利用というのはできないんですか。
あ、利用できます。できますよね。はい、できます。そもそも濡れますからね。濡れますね。はい。ビーチはまあその、なんだろう、雷が鳴らない限りはっていう感じですか。そうですね。雷とかだったり波の高さとかだったら、まあね、まあ普通に営業はいたしてるんですけど、はいはい、まあまあでも目の前が見えないぐらいの大雨とかでしたら一時中断はありえるんですが、まあ雨にも負けずに、雨にも負けず営業はしております、はい、オープンしてます、はい、今オープンしてます。そうですね、はい、ザンパビーチでございます、はい、そのマリンレジャー課から前川さんと末吉さんでございます。よろしくお願いします、はい、よろしくお願いします。今日は末吉さんがニューフェイスで出演していただいてるんですけども、何か末吉さんを連れてくる理由があったんですか、前川さん。そうですね、うん、まあ末吉君はあちらのビーチの方には、はい、なかなかいないんですけど、マリンレジャー課なのに、マリンレジャー課なんですけど、うん、まあホテルの中で、はい、カウンターが設けてあって、はい、でそちらでですね、お客様の予約を担当していますね。なるほど。マリンレジャーカウンターというのがフロント係ですね。フロントの、マリンレジャーの横にまた別でマリンレジャーのカウンターがあって、そちらの部署になります、はい、そこにじゃあ末吉さんがいらっしゃるんですね。そうですね、そうですね、はい、なるほど。どうですか、はい、やはりビーチに行く前にホテル内でこういう手続きができるということでかなり反響ないですか。はい、そうですね、うん、はい、やっぱりまあ、名前と写真だけ見てもお客さんなかなかイメージが湧かないという人もいらっしゃったりとかするので、そういった時にまあ、お客さんどういうのやりたいですかっていうのを聞きながら、なるほど、聞きながら、はい、はい、これも一つのコミュニケーション営業ですからね。そうですね、さすがですね、はい、末吉さん、はい、名字は末吉、はい、沖縄の方ですか。あ、読谷の大安ですね。大安ちゅなんですね、はい、なんということでしょう、はい、だから読谷の端から読谷の端まで出勤してますね素晴らしいですね、はい、いや、ロイヤルホテルのスタッフさんってあれですよね、はい、南はもう那覇よりも南から来る方もいますよね。北は名護から、はい、かなりの場所から皆さん来てますね。末吉さん、それ考えると大湾はまだ近い方だ。近い方ですね大湾でも自分ちょっと遠く感じますね。遠い感じますね片道20分かかる。読谷広いですからね。そんな読谷出身、まあでも読谷の出身だからこそ伝えられる良さというのがありますからね、はいはい、そんな末吉さん、まあ、カウンターでその受付業務をされているということなんですけども、はい、ちなみにですよ、前川さん、はいはい、どういう今ビーチ、はい、アクティビティできるんでしょうか。あ、アクティビティは、はい、まあ、通常でやっておるんですけど、うん、ちょっとメニューにですね、はい、お得な情報が入ってきて。何ですか、何ですか。まあ、セットメニューということで販売しているんですが、はい、うん、まあ、セットメニュー、いつも単品で、うん、1200円のドラゴンボート単品で1600円のお一人様ね、はいはい、スーパーマーブル1600円っていう形なんですが、うんうん、まあ、それがセットでドラゴンボートとスーパーマーブルを、うん、まあ、セットで、なるほど、なるほど、買えるメニューが追加されてて、うん、これは D セット、はい、ABCD の方の あるんですね、D セットで、うん、2400円で乗れます。安くなってるってことなんですね、はい、そうですね、はい、はあはあ、はい、どうせ乗るならじゃあセットの方がお得じゃないですか。そうですね、お得ですね。マカさん、今なんかセットメニューで、はい、今アルファベットのお話してたじゃないですか、はい、何かセットでも何か乗るものが変わるということなんですか。乗り物のセットは D セット、E セットってあって、はいはい、でこのその他に A、B、C はこのパラソルのレンタルとかだったり、うん、あ、なるほどね、デッキチェアのレンタルのセットになってるんですよ、 C セットまでは。選べるんですね。そうですね、 D セット、E セット、 E まであるんで、はあはあ、で E セットは、うん、ちょっと過激なものが好きな方とか、過激なものが好き、うん、スリリングスリリングな、あ、そうなんだ、みたいな、ちょっと刺激が欲しい。そうですね、もう過激に行きたい、はい、カップルに。そうですね、はい、本当に思ってます、前川さん。あ、思ってます、はい、いいセットが過激な、はい、そうですね、過激というか刺激的なメニューになっているということ で、 そうですね、面白いですね、はい、逆にお得でありながら
みんなで楽しめる、どうせお得に楽しむんだったらこのセットメニューの方がおすすめだよってことなんですね。はい、ちなみにこれはもう期間もあるんですか。期間はまあ10月まで、普通に遊泳もしてるので、まあ、ザンパビーチ自体は通年通して1年中営業しているんですけど、はい、うん、とりあえず10月まではこのセットは販売しているので、はい、またその後からはまた決定していくと思うんですが、まあそうですね、とりあえず10月までなんですけど、までをまあ目処としているということで、はい、その後はまあもちろん気候ですからね。そうですね、はい、延長したりというのがあるということで、はい、そういうものの受け付けを末吉さんがカウンターでやられてるっていう感じ。やられています。はい、なるほど、素晴らしいですね。プラス、うん、この前いらした時も、うん、ちょっと9月からちょっとやってますっていう時、はい、その時に、まあ、話した時もあるんですけど、うん、学割っていうのも今回は初めて、ね、はいはい、やってて、学生証提示で 20% オフになってるので、本当にどう、なんかじゃあ学生としてはかなりお得じゃない？いや、めちゃくちゃ嬉しいです。ね、本当にこういった学生にも優しいというです、まあ、早速9月入って、うん、まあ、学生の方、うん、まあ、学生証提示していただいて、そうなんだ、もう 20% オフで。 20% って大きくない、中ちゃん、はい、大きいよね、学生からしたらな、はい、9月って言ったらまだまだ大学生は夏休みなので、こういう嬉しいものがあるということでございます。はい、ぜひ中ちゃんも沖縄に来る友達がいたらぜひ紹介してください。はい、いいですね、こういう感じで。そうですね、セットで楽しむメニューが、はい、セットで楽しめて、うん、またさらに学生には、うん、ね、学割な、特典 20% 20% オフがあるということなので、まあ、ザンパビーチすごいお安くなっています。うん、ぜひお願いいたします。ですね、はい、ぜひご利用ください。皆さんよろしくお願いします。はい、いや、いいですね、海、もう沖縄イコール海でも、この海を楽しむまたアイテム、はい、ロイヤルホテルさんはもちろん手ぶらで来ても楽しめるアイテムを持っているということなので、うん、はい、でまたホームページも綺麗にね、本当にもう、うん、私実は毎週見てるんですけども、あ、はい、ありがとうございます。あ、ホームページも、ホームページ見てください。綺麗ですよね、ホームページ、ね、本当に、はい、今年の4月からすごい、はい、変わりました。ロイヤルホテルさんといえば30歳を迎えて、そうですね、この30にちなんだイベントもたくさんやってますね。はい、いろんなイベントがあるんですけども、末吉さん、目の前にある これ、はい、こちらもちょっとイベントことですよね。 ありがとうございます。はい、これはちょっとホテル30周年とも全く別なんですけれども、はい、別なんですけども、これはちょっとね、はい、私気になるんですよ、ね、あ、本当ですか。はい、ありがとうございます。ではですね、これはホテル館内でのイベントというか、はい、まあ、催しなんですけれども、うん、オーダーメイドスーツ&ジャケットの特別販売会というのがありまして、なんですよね、これすごいなと思って。はい、詳しい情報を教えてもらっていいですか。わかりました、はい、ちなみになんですけど、うん、ウェットスーツではないですよね、これ。ウェットじゃないですよね、これは。オーダーのスーツですよね。ウェットスーツのオーダーって言ったことないですよ。マリンレジャーなんで、ウェットスーツのオーダーって勘違いされたらちょっとあれかなと思って。ロイヤルホテルの多分これ全体的な PR として多分持たされて、呼んできてって言われたんですよね。はい、ウェットスーツのオーダーメイドではない。普通のおしゃれなスーツの方ですね。はい、先に言っておかないと。そうですね、はい、勘違いされちゃったらちょっと、ね、はい、逆にでも欲しいですね。逆にウェットスーツ、まあ、ちゃんと作れるところあるんで。マジですか。はい、そこに行った方が。そうですね。はい、ごめんなさい、はい、中さんよろしくお願いします。国さん、トーン変わらんから分からんっすね、それ。ちなみにこれはウェットスーツじゃないんですよ。じゃないですね。はい、じゃないですね。じゃあ、はい、改めまして、はい、オーダーメイドスーツ&ジャケット特別販売会と題しまして、はい、オーダーメイドスーツ、そうですね、はい、もうその時にその仕立てをしてくれる人が、うん、もうサイズも測って受付はその時で終わらせて、まあ、後日その、はい、整えたものを、まあ、お渡しするっていうものになるんですけども、これホテルのロビーとかで何か会場を設けるっていう感じですか。2階の方に直接会場を設けられて、はあはあはあ、はい、なるほど。ちなみにこれいつですか。あ、はい、日にちがですね、今月9月の7日の金曜日と、うん、8日の土曜日、9日の日曜日、はい、3日ございまして、時間がですね、うん、お昼前10時から夕方の18時までです。なるほど、なってるということで、はい、今週金土日じゃないですか。そうですね、もうすぐですね。はい、これ男性のみですか。これは男性女性とありまして、女性もできるんですね。そうですね、
ちなみにおいくらからできるんですか。はいはい、一番、まあ、上でセットであったり、まあ、ジャケットのみとかもできるんですか。できます。はい、できます。はい、で、まあ、セットとありまして、で、金額はですね、セットのもので、3万円から、これ税別ですね。オーダーメイドで3万からっていうのはちょっと安いですね。安いと思います。はい、はい、本当にうちのスタッフも買うぐらいですね、営業の人たちが。そうなんだ。ちなみにです、はい、これどちらかの企業さんとコラボになってるんですか。これ、そうですね、銀座山形屋っていうところで、はい、まあ、年に1回、まあ、2年1回とかで開催してる。そうですね、やってきてくれるもので。なるほどね。オーダーメイドスーツ、はい、女性の方にも、まあ、対応できるという、はい、イベントになってるということで。はい、いろんな、まあ、その上下であったり、ジャケットのみであったりだけとか、そうですね、選べますね。なんか自分の体に合った洋服っていうのは一着は欲しいですよね。はい、そうですね、特にスーツはもう沖縄あるじゃないですか、その披露宴とかやっぱそういうのが多いから。多いよね、はい、本当にね。こういうのが一着あったら、ウリ、待て、はい、先月と同じ洋服はちょんどりって言われない言われないまあでもこういうふうにしてなんかビシッと決めたやつを着てったらね、はい、新郎新婦より目立っていいかもしれないですね、はい、そうですね、はい、もうこれから冬だからもう借りしきれないですよ、もうスーツ買わないとそうね、はい、どうせ買うならさ、はい、世界に一着自分の体に合ったオーダーメイド、はい、これは非常に皆さんおすすめですよ。そうですね、今週金土日、はい、78区ロイヤルホテル沖縄残波岬の2階、はい、2階に特設会場を設けまして、午前10時から夕方6時までとなってます。金土日あります。まあ、3日あればね、1日は当てれて、まあ、時間もその長い間やってるので10時から6時までということなので、はい、相談事でもいいかもしれないですね。まあ、そうですね、うん、はい、なんか自分たちの特典というのが、まあ、作れる、そんな感じのオーダーメイド、はい、イベントでございます。さあ、今日もまたがっつりとマリーンからスーツから、はい、オーダーメイドからお話していきましたが、前川さんどうでしたか。そうですね、スーツ、うん、僕のサイズが合わないんでサイズが合わなくなってきてるんで、ちょっとそれをこれを機会に見に行くだけでもいいかなとすごいですね、はい、ま、同じロイヤルホテルのイベントだけど、はい、マリンジレジャーの前川さんも気になるイベント、気になります、はい、今週金土日、あとウェットスーツも欲しい、ね、ウェットスーツ、はい、ウェットスーツローダーではないので皆さん、はい、ぜひ間違えないでいただきたいと思いますよ剛さんも今後もよろしくお願いします。はい、よろしくお願いします。はい、毎週水曜日この時間、ロイヤルホテル沖縄残波岬インフォメーションをお届けしました。ありがとうございます。どうもありがとうございました。戦争レンタカーラジオドライブマップご案内します。メンソーレンタカーラジオドライブマップのコーナーです。このコーナーは沖縄県レンタカー協会三女会員の FM 読谷がドライブマップを活用し、さまざまな情報を皆様にお届けするコーナーとなっております。さあ、レンタカーご利用すべての皆様に手渡されるドライブマップお持ちでしょうか。
このドライブマップ沖縄本島丸分かり、行きたいスポット早分かり、簡単安心分かりやすいナビの設定が簡単なマップコード付きとなっておりますよ。ぜひこのドライブマップを活用し沖縄県を制覇していただきたいんですけども、なんとこのドライブマップ31ページに我々 FM 読谷のですねスタッフがおすすめする読谷村情報1ページにドドンと掲載されてます。このページ載ってます。でこのドライブマップに掲載されているこの我々がスタッフがおすすめするページに読谷ティッシュボックスケースプレゼントということで掲載されております。さあこのドライブマップを持って FM 読谷に遊びに来ると漏れなくここでしかもらえない読谷オリジナルボックスティッシュケースプレゼントしております。読谷という読谷村のキャラクターがデザインされているさあティッシュケースとなっております。もうここでしかないやつです。非売品です。どこにも手に入らない商品となっております。毎日多くのレンタカーご利用の観光で沖縄にいらしている方々がゲットしておりますので、ぜひ皆さん FM 読谷に来てオリジナルティッシュボックスケースゲットしていただきたいと思います。その他さまざまな情報載っておりますからね、この情報をもとに沖縄店を楽しみつつここ読谷村でお待ちしてます。以上メンソーレンタカーラジオドライブマップでした。あの子可愛いふりしてやるわね。行ったり来たり私すれ違いよ。でも私ずっと待ってるわ。観光情報番組読谷ラジオ聞いてずっと待つわ。可愛いふりしてあの子割とやるもんだねと言われ続けたあの頃生きるのが辛い。観光情報番組読谷ラジオをお送りしてます。そして今日はアシスタントに中ちゃんです。中ちゃん、はい。どうした、元気ないぞ。元気ですよ。大丈夫か。よろしくお願いいたします。どうでした、もう終わりです。あ、もう終わりなんですか。もう終わりなんですよ。あっという間だった。貴重な体験をできてどうですか。緊張がすごかったですね。もう本当に緊張してた。いやもうしてましたよ。あ、そうなの。何言っていいか分かんないみたいな。あ、まあね、そうですね。自分はある意味ね、放送しながら何言ってるか分からない、はい、自分も。あ、そうなんですか。, 笑うな。失礼しました、はい、ちょっとね、はい、メッセージ、はい、紹介していこうね。あ、はい、ラジオネームチェリーさん、はい、美味しそうなラジオネームですね。チェリーさん、チェリーさん、はい、今日は雨模様の沖縄、私が仕事の休みの日に限って雨が降りますと。あなたの力でどうにかしてってことなんだけど、でも雨は雨で楽しめるわけ。あ、どこ何が好き。天気は雨と晴れ。天気はやっぱ晴れがいいですね。まあ多くの人は晴れと言うと思いますけども、ちょっと曇っててほしいですか。暑すぎないみたいな。暑くもなく、はい、なるほどね。雨が降ってもって言ってもね、はい、まあいろんな楽しみ方があるんだけど、はい、まさに今我々が放送している今この体験王国紫村、はい、サテライトスタジオ、雨が降っても楽しめる沖縄県を、はい、まあ、体験できるというですね、はい、テーマパーク、体験テーマパークとなってます。32の工房、101の体験ができるテーマパーク、はい、雨が降っても楽しめますので、ぜひ皆さん紫村ご利用いただきたいと思いますよ。で続いてのメッセージ、ハリセンボンから来てます。すごいね、ハリセンボンからもメッセージ来るんだよ。ハリセンボンから遠いところから。さっきマリンの方々が来たからですかね。ハリセンボンが来ますよ。おはようございます。今日もマサヤさんが担当なんですね。本土では台風上陸、大きな被害がないように祈るばかりです。まあ本当にね。そうですね、もう本当に、本当に。ところで紫村でやっている光のイベントはいつまで開催ですか。もしかして夏休み限定で終わったのって言ってます。まさに今あの上りも立ってますけども、はい、琉球夜祭り、あ、お祭りというものを、うん、あの祭りというかね、あの紫村この園内は15世紀琉球王国と言われてた時代の町並みを再現してある場所になってて、その場所に光を本当にこの施設園内に光をちょんちょんって置いてて、この夜は夜でまたこの幻想的な風景が見れるこのイベントが琉球夜祭りといって、これ9月の23日まで
やってます。皆さん今月23日まで、春分の日までかな、23って言ったら春分の日やってるので、はい、ちょっとハリセンボンさんも、ハリセンボンだけど大丈夫かな海の生物でも夜祭りに行きたいということで、まあ、ぜひ皆さんご利用ください。はい、はい、なんと愛知県から、愛知県、はい、名古屋ののぶさん来てます。はい、長ちゃんおはようって来てますね。長ちゃんは、ね、あなたにですよ目の前には誰もいません、はい、全く緊張しなくていいですよと名古屋から ありがとうございます。はい、この放送はコミュニティ FM ですが、読谷村民ならず僕みたいに愛知県とか関東とか関西とか東北の方々もたくさん聞いてるので緊張しないでねってめちゃくちゃ緊張しますね分かってますねのぶさん。いや緊張です。あ、雅也さんおはようございます。リスナープレゼント当たったありがとうって、ユミトングッズ取りに行かなきゃってことなんですけども、大丈夫ですよノブさん、送りますので、はい、メッセージの、また住所も載ってたかな、ちょっと確認して送りしますので大丈夫ですよ。すごいね、愛知からだよ。そうですね、すごいです ね、ありがたいですね。ノブ、はい、さんありがとうございます。ラジオネームポップさんです。最近東酒造の、ファクトリーショップに行ってきました。残波をいろいろ飲みまして試飲して、私は残波プレミアムが気に入りました。読谷の特産品も売ってます。看板はないので分かりにくいのですが、残波の文字が目印、読みラジのリスナープレゼントも豪華でしたが、東酒造のサンクスキャンペーンも豪華ですねということで、素晴らしい。ポップさん分かってますね、東酒造の番宣さすがです。琉球青森残波、東酒造は、琉球青森の、まあ、代表する、はい、東酒造読谷を代表する、はい、青森となってますので、ぜひ皆さんも飲んでいただきたいと思います。観光情報番組読谷ラジオ、この番組は読谷村商工観光課、ロイヤルホテル沖縄残波岬、他各社の提供でお送りしました。